こんにちは、柴田です。今日はですね、 Zoom の G1X4 ですね、こちらのですね、僕が使っているセッティングを見せてほしいというご要望ございましたので、そちらにお答えする動画になります。まあ、すごくね、シンプルな感じではあるんですけれども、まあ、ちょろっと参考までにご覧いただけたらなと思います。アンパンマイクロキューブです。設定はこんな感じ。では早速中身見ていきましょうかね。僕がですね、基本的に使っているのはこのクリーン、57番クリーン、58番ディストーション、59番ソロ。まあこの3つ、クリーンとディストーションのソロがあれば、まあある程度まあまあいけるかなっていうところで、この3つだけでもうほぼほぼやってます。じゃあ基礎的なところのこれいきましょうかね。ベーシックな。まあ驚くことなかれって感じなんですけれども、HG スロットルのみですね。基本的にはこれだけでやってます。みたいな感じで、十分いい音が出ます。でもですね、実は、隣に、モデリング入れてます。アンプモデリング。感じで重さがちょっと違うんですよね。こっちの方はビジーっていう感じ。でこっちはズーンって感じで。まあ曲によって変えたり気分で変えたりっていうところで、一応これは2つ用意していますね。で他はですね、ワウ。ワウを先頭に入れて、まあ、フェイザーとアナログディレイが入ってますけど、この2つはもうほぼほぼ出番がないですね。もうワウを使うか、歪みがずっとつけっぱなしですね。歪みがずっとつけっぱなしで、ワウをたまに使ったりっていう感じで、ここは鳴らしてます。で続いてソロ。ソロの中身見ていきましょうか。これもですね、ほぼほぼ変わんないっちゃ変わんないです。ブースターでですね、ちょっと持ち上げて、ディレイをかけてみます。みたいな感じで、ちょっとまあ、ブースト気味にしてるって感じですね。で、先ほどのメインと同じで、ここに、クリアン。これはディスト1の時。ディストワンというか、さっきのベーシックな歪みの時に合わせて選んでるって感じですね。まあ、どっちもいいですよ。どっちでもいいと思います。で、ワウが入ってると思いきや、ここピッチベンドにしてましたね。そうだ。ここね、飛び道具的にソロ用はね、ワーミー入れてたんです。そうだ。感じで入れてましたね。まあソロ用はですね、ワウではなくワーミーを入れてました。で歪みはさっきと同じ DZ ドライブもしくは HG スロットルですね。これが僕のお気に入りの歪みです。でもう一つがですね、クリーンですね。クリーン、これはですね、結構木琴バードに合わせてというか、ヒデさんモデルに合わせて作っております。EQ。で、アコシュミが入って、ディレイが入ってますね。これね、アコシュミがね、入る入んないで。全然違うんですよ。っていう感じで、ハムバッキングの時にはアコシュミ入れるとちょっと車輪感が出るかなっていうので入れてます。まあ、ほぼほぼこの3つでですね。
感じですね。中身見てみますか。中身見てみますか。どう？この中身見てみますか。こんな感じです。ゲイン90、トーン100、トーン100ですよ。ミッドはあんまカットしてないですね。この子を見てみましょうか。はい、こんな感じです。ベース50、ミッド34。トレブル結構上げてますね。ゲイン100です。こんな感じの歪みにしております。次回の動画では、スタジオに行って、この G1X4 を JC120 で鳴らしたいと思います。先日ですね、ツイッターで山本恭司さんが、Zoom の G14 で、まあいろんなライブ、すべてのライブをですね、こなしているというツイートがあって、すごくかっこよすぎるじゃないかと思いましてですね、僕のセッティングは JC で鳴らすとどんな感じなのかなっていうのを今度スタジオで試したいと思いますので、お楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。